疲れ様です。虹玉への北川です。今日もねフェルト教室始めていきたいと思います。で今回教えるのは猫の植毛要領です。短毛種を作る時の植毛の仕方について解説をしていきます。でね、このチャンネルはリアルな羊毛フェルトの作り方、それからね作家で食べていくために必要な考え方を発信しているチャンネルなので、気になる人はねチャンネル登録して見ていってください。今回はね今も言ったけれども、リアルなねその植毛の仕方っていうところで解説をしていきます。この動画を見る前に、この動画ねリアルに作れない原因はこれっていう、この3種類の植毛方法っていう動画を以前出しているので、それを1回見てからこの動画を見てください。合わせてみないとねちょっと難しくなっちゃうと思うので、で今回はこの今ねこれね顔半分こちら側だけを植毛してます。短毛で見えるかな。で次の動画の時はこちら側半分を長毛の白猫にします。でそれぞれね短毛の植毛の仕方と長毛の植毛の仕方が学べる動画にしようと思うので、まあ、さっき言ったねあの3種類の植毛の動画と合わせて見てください。でね、やっぱりこう植毛を見てて、あと質問もよく来るんだけども、どうやってやったらいいかわからないとかね、綺麗に植毛できないとか、僕もあまり得意な方じゃないんだけども、一応僕からアドバイスをすると、結構ねみんなできてないことが、まあ、大きく3つあるなと思ってて、まずはね毛の流れをしっかり出せない。これちょっと白だから見にくいんだけど、見えるかな、毛の流れね。例えばここ頭の部分だとこの方向に真上にね伸びてってるし、毛の流れがね、でこの辺だったらこっちの方向に伸びていくわけね。で目元はこういう方向に、でまぶたの上はこういう方向に、目のラインに沿ってね毛が流れるわけで、この辺はそれぞれね流れる方向があるんだけど、それをその場所ごとにちゃんと正しい方向に流してあげないと、せっかく綺麗に植毛してもなんかいまいち違うように見えちゃう、ね、ぬいぐるみっぽく見えたりとか。でやっぱりそれが起きてる人が多いです。顔を中心にそのまま素直に全部こう外側にまっすぐ流れてるような作り方をしちゃう人がどうしても多いから、そうするとねなんかこうどんなに綺麗にやってもこうリアルさが欠けちゃうから、まずそこが1点と、もう一つね、こう短毛を作る時になんか特に起こりがちなんだけども、毛の密度がある程度密度を濃くして作ってあげないと綺麗なね毛を表現できないです。なぜかっていうと、短くカットした時になんかねこうザンバラな感じっていうか、こう言葉悪いけどハゲ散らかってるような感じになっちゃうので、なんかね綺麗な毛並みが表現できない。例えばねこの辺とかこう密度が濃いのが分かるかな。この毛の密度を入れてあげないとカットした時にこういう風にならないから、だからそこの密度が結構足りない人が多いかなっていうところ。あと最後ね3つ目が、短毛の子を作る時はやっぱりねしっかりと短毛でカットをしてあげなきゃダメ。このカットがねすごく中途半端だと、中毛なのか短毛なのかがよくわからない。でもちろんねちょっと毛が長めの子がいるから、そういう子はそういう風にしてあげればいいんだけど、本当に短毛の子はしっかりと毛をカットしてあげないと、なんかねぼやっとした感じの作品になっちゃうから、しっかりモデルの子を見てどういう毛の長さなのかっていうのを見極めながら毛をカットしてあげるっていうことが重要です。この3つ。今回の動画はこの顔半分、短毛の植毛の仕方を収録してます。で動画としてはね 2.5 倍速で設定してるので、こう場所ごとにねどういう毛の流れで刺してるのかなって見たい人は、そこ速度調整しながら見てください。で必要なところだけね解説を入れている動画なので、一緒に見ながらね作品作ってみるっていうのもありだと思うので、もうぜひね今回の動画を見ながら綺麗に短毛の植毛ができるようになってください。はい、それじゃあ本編始まります。はい、それじゃあね顔の植毛の解説をしていきます。まずね、顎のラインとかね、こういう凹凸のあるところっていうのは、まあ、しっかり刺していくんだけども、このね最初に貼り付ける幅で、短毛の時は3ミリぐらいにしてください。これをね5ミリぐらいまでね、この最初にこの貼り付ける幅を広げてしまうと、こうなんていうかな、密度が薄くなってしまうので、で毛もね短くカットするので、その時にこうムラになってしまうから、だからあまり短毛の植毛の時はこの貼り付けるこの時のねこの幅をあまり大きく取らない。まあ場所によっては取ってもいいんだけども、
まあ、できる限り3ミリぐらいに抑えていくのがいいです。でこのエラの部分とかね、この凹凸が激しい部分っていうのはしっかり裏側もひっくり返して今みたいに刺しておく。でこまめにカットした方がいいです。今もこれぐらい入れたらカットしていってあげるっていう風にやらないと、あのね、ベースの時に凹凸作ってるのにそれをねこういっぱい植毛しちゃうと見失っちゃうので、で正しい表現ができなくなっちゃうから、こまめに切って今みたいにしっかりこの凹凸の部分を分かるように仕上げ針でね今は刺してたんだけども、しっかり手を寝かせてあげる。これね、あのどこから植毛するかっていうのはやりやすいとこからやればいいんだけど、でもやっぱりこう毛の流れをこう毛をかぶせていくことを考えるとやっぱり外側から内側に向かって植毛していくっていうのがベストだろうね。で例えば今この顎のとことかね、一気にこう行きたいとこなんだけど、そこは焦らない、できる限り細かくやっていってあげる。これ僕の職務もねかなり大雑把だと思うんだけども、上手い人はもっとね細かく綺麗にやってると思うんだけども、今これね仕上げ針です。仕上げ極細針で刺してしっかりと毛を寝かしつけてあげている感じです。でかぶせていきます。これね3種類の植毛の動画でも言ってるけれども、この時ね1列目一番外側にねさっき植えた毛に少しかぶってるんだからね、必ずかぶせること、隙間を開けないようにしてます。まあ開いても問題ないんだけども、なるべく開けないようにしてます。で今みたいにしっかり寝かしつけて刺してやる、すると毛がねあの立った状態じゃなくて寝た状態でこういう風に植毛できるので、こんな感じでずっと続けていきます。
大体ね、この頬骨のライン、ここぐらいまで一旦ね、しっかり植毛してあげる。で、ここでしっかりと一度綺麗にね、カットをしておくこと。なぜかというと、この頬骨のね、このラインのこの凹凸を見失いがちになるので、ここ一回カットしておいて、で改めてここからね、また植毛をしていくっていう感じにやった方がいいです。で、ここから先の部分、顔の中心に近づいてくると、さっきまでね、ここの今の差し幅が3ミリだったものが5ミリぐらいにしてっていいです。っていうのは、顔の中心部分はより毛を寝かしつけるっていうかね、貼り付けるような植毛の仕方に変わっていくので、毛をできるだけ立たせない。そのためにも、まあ、間隔を5ミリぐらい、今見ててほしいんだけど、この刺すこの幅の部分、こういうところの間隔を少しずつ広げていっていいです。でもマックスで5ミリぐらいですね。どんなにいっても5ミリ。それ以上開けちゃうと、カットした時にやっぱりちょっとこうザンバラな感じになっちゃうから、やっぱ密度を出すためにも、あまりここの幅は広げすぎないようにする。で、これね、今細針でしっかり仕上げ針なんだけども、何度も刺してこう寝かしつけてるじゃないですか、貼り付けてるっていうイメージ。貼り付けるって言っても、完全にね、寝かしつけたやつを刺し固めるわけじゃないので、今みたいにカットしてあげたら、ちゃんとね、毛がふわっとした感じで表現できるので、これね、スピード針で押さえ込んでるんですよね。折り返しの部分をしっかり刺して、で毛の流れしっかり作ってね、ほんとどこの部位もそうだけど、毛の流れしっかり考えて作ってから根元刺してあげる。そして今これね、極細針で上から刺してるんですよ。で、完全にその今植えたところの流れる方向を癖付けさせて、それからカットするっていうイメージです。で、ここ、このひげ袋と頬骨のこのつなぎ目っていうかね、このライン、このラインをしっかり出したいので、ここの凹凸をね、だからここ少しずつ焦らずに慎重にやっていく。で、この毛の流れもね、ここよく見せてほしいんだけども、で、ほんとこの顔の中心部分っていうのは、毛をより寝かせてあげるっていう感じです。で、もうね、細かい部分のカットはバリカンじゃなくてハサミの方がやっぱりいいです。ハサミでザンバラにならないように、段がつかないようにね、うまくカットしていってあげる。で、今この目元、この方向わかります？目尻の方向に少し上に上げてるじゃないですか、毛の流れが。で、折り返す部分はここね、自然に流れるように少し今角度変えてやってたんだけども、この辺の処理結構難しいので、これね、早くてわからない人はちょっと倍速ね変えて何度も見てね、やってください。この辺の顔の中心部分植毛するときは、メリノだけだと刺しにくいと思うから、まあコリデールとか、なんかその辺のちょっと絡みやすい毛を少しね、混ぜた方がやりやすいですね。貼り付けやすいっていうかね。
この辺からね、目の周りの植毛に入ってるんだけども、ここねやっぱりみんな気をつけてほしいのは、目の周りの毛の高さを出さないこと、しっかり寝かしつけてあげること。でそれをやらないで顔面に植えてる毛を立たせようとしちゃうから、立たせちゃうから、だからこう、ね、植毛した後にこう目がね沈んじゃうっていうか、くぼんじゃうように見える。できるだけね、特に目の周りっていうのはベースの時に作った、高さと変えないようにする。で今ねこれ、目尻の方を植毛していくんだけども、もうねできるだけ手に持つ束っていうのを細かくして、でこれね植えてる角度を見てほしいんだけども、一気に全部植えない、角度が変わっていくので、まずはこの方向でしっかりと植える。でここも一緒、目の周りなんでちゃんと植えた毛を寝かしつけてあげる、ペタッとさせてあげるっていうイメージの方がいいかな。でしっかりねこれ極細針でなんだけど、上から叩いて押さえてんだよね。さらにでもうねこの目の周りは微妙にこう目のまぶたの形、このアーモンド型の形に合わせて毛の流れは変わっていくので、もうこまめにやっていく。でこの折り返し部分をね何度も何度も刺してあげる。そして全体的に寝かしつけた毛を何度も上から刺してあげる。でもうね目の周りはね本当にこまめにこうやって切っていった方がいいです。ここからね花柱の方のね植毛していくんだけども、これで、ね、今ねメリノにコリデールをね結構な量混ぜてます。で今これ毛をかぶせて見ててほしいんだけども、ここはねまあその時によって違うんだけど、今回は折り返さないでそのままもう完全な貼り付けです。ここはでね、余分な分をね少しカットしちゃいます。で鼻ね薄くねピンクに見える部分は毛の量を少し薄くして、でもかぶせた状態でここね、ここ結構しつこくね刺してやんないと張り付いてくれないんで、なんでこれメリノだけだったら厳しいです。やっぱちょっと縮れた毛でコリデールみたいな感じの縮れた毛で刺し固めてあげた方が表現しやすいですね。
でどうしても顔の中心部分だから太い針で刺しちゃうと穴開いちゃうんで、できるだけ細針とか極細針を使用して、もう何度も何度もこうねしつこくね刺し固めてあげる。でここからねひげ袋の植毛に入っていきます。ここはねもうねとにかくね焦らないこと、一気にやりたいんだけど結構大変だから。で、まあ、小さな作品だったらここねなんかコリデールとかで刺し固めでいいと思うんだけども、少し大きな作品、これはちょっと目玉12ミリのサイズなんで少し大きな作品だからやっぱりねこの辺はしっかり植毛をしてあげる方がいいですね。やっぱりでここもほんとこまめにこうやってカットしてあげる。で特にこのひげ袋のこの末端の部分の膨らみ、これを見失っちゃうと後からねこう表現する時に何て言うんだろう、こう出来上がった時に口元すごく大きくなったり、あるいはこうひげ袋のこの膨らみがなだらかになっちゃって、こうなんかね顔全体がぼんやりしちゃうんで、ここはね少しずつ慎重にやった方がいいです。はい、ここからねブラシで研いて毛を毛羽立たせて、さらにねしっかり刈り込んでいきます。やっぱりこの短毛の子を作るときは毛の短さっていうのをしっかり出してあげなきゃいけないです。しっかりと刈り込んであげる、短くじゃないとこうすごく中途半端な毛の長さの作品になっちゃうから、まあモデルの子がしっかりと短い短毛の子ならしっかりと刈り込んでってあげて毛を整えてあげる。ただねあのモデルの子の毛の長さにしっかり合わせるっていうことね。でね
ここからがすごい大事なんだけど、これはね、細針で上からね叩いて凹凸を出していくんですよ。あの毛の中に埋もれてしまってる凹凸で、これをねやるために僕は顔のベースの凹凸をしっかり作りなさいって言ってるんですよ。でなぜかっていうと、ベースの時に顔の凹凸をしっかり作ることで、どこがどういう形状になってるか理解した状態なんですよ、これ。なのでこう思いっきり刺していけるんですよね。で毛をしっかり寝かしつけて、まあ、今回はね半分植毛してないから見やすいんだけれども、あの全面植毛しててもこの顔の凹凸の形状がベースの時に作ってるから、自分で分かってるから、こうやってね正しい形にまたしてあげることができる。で形を出したら毛羽立たせてカットしてっていう繰り返しです。でこのためにもある程度毛の密度が濃くないと、どん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 短く切っていくんでね、あの毛の密度がないとなんかこうザンバラな感じになっちゃうので、で細かいところを整えながらこうやってやっていきます。でこれね今まだひげ袋もちょっと大きな状態なので、毛がね、でしっかり上からまた細針で叩いて、極細針かで叩いて整えています。まあ、こんな感じになります。植えたらね、もう見たらわかると思うんだけども、ほぼほぼね植毛してない側と植毛した側大きさ変わんないじゃないですか。こういう刺し方なので、だから目が沈み込んだりしないんですよね、植毛しても。まあ、こういう作り方をしています。はい、というところで今回はね短毛の植毛の仕方っていう話をしました。でね、次はね反対側を長毛を作っていきます。でやっぱり短毛の毛の植え方と長毛の植え方は若干違います。容量はね毛の長さをことが一緒なんだけれども、毛の密度とかそういったものが変わってくるので、まあ、次の動画でねそれを学んでください。でこうやってね短毛の作り方、長毛の作り方とかっていうのが基本が覚えられたら、今度はね模様が入っていることでも作れるようになってくると思うので、まあ、こうやってねどん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 技術を積み重ねていってやってください。でねこれね毎回同じようなこと言うけども、基本的に1回2回やったって覚えないです。これ覚えれたらもう苦労しないでみんな上手くなっているので、そうじゃなくて何度も何度もうまくいくまでもうトライ&エラーの繰り返しです。とにかく手を動かしてやってみる。ただそのがむしゃらに手を動かすんじゃなくて、とにかく今回うまくいったのはなぜか、失敗したのはなぜかっていうところね、そこの原因とか要因というかっていうのをしっかりと探して次に生かすようにしてください。はい、そんなところでね、今回の動画良かったと思った人はいいね、チャンネル登録してない人はね、今後もねこんな情報発信していくのでチャンネル登録してみてください。あとねコメントなんかある人はねもうどんどんコメント書いてください。質問でも何でもいいです。必ず全員に答えるようにしてるのでね。はい、そんなところです。それではまた。